元気よく行こう、元気よく。はい、お願いしまーす。お願いしまーす。やったー、サバイバーだー、次は。目標、目標取得できますよ、マップで。やってますか？ボーナス目標を取得できるんで。皆さん、俺今回守るよ。マジっすか？そうそうそう。え、俺を？マップで E を押したら。うん、大事、任せて。ありがとう。セルフィーさんとずっともだから。僕は面倒くさくないです、ボーナス目標。ネジだね。歯車、歯車。歯車、OK。歯車、歯車。いや、マジで、ちょっとなんか不安になってきた。もう一回見てくれ。あ、歯車でしたよ。歯車だわ。いただきます。集中してて中見てなかった。歯車了解。ちょっとこれ小屋もうバンバン上げていきましょうか。小屋を。はーい。はーい、じゃあついていくよ。下から行くの。オッケー。じゃあ僕S 向かいますね。セルフィー S 向かうんで、もう一人誰か来てもらったら3人小屋で開けれます。じゃあ行きまーす。オッケー、行こう。はい、出す。明日は一人小屋だわ。あ、オッケーオッケー。じゃあもう、今小屋にいる4人でどっか行きますか？WS 二人小屋開けますね。どこ行く？もう一回ちょっと小屋戻ってもらって。リリアさんと、B、はい、クライムさんと、クラさん？なんてよ。ミルクでいいよ。ミルクさん。4人で。ミルクさん。ガンパーもし、ガンパー持ってるから、もしあれだけ譲ってくれたら嬉しいな。どこ行きます？あ、俺譲ってほしいか。あ、小屋開けですか。小屋開け、小屋開け。譲ってあげるよ、じゃあ。左行くか。やった左が発電機か。ああ、はい。お、ごめん。ごめん。ああ、ごめん。一個くれよ。とりあえず、Sの方を軽く見る感じでいいの？そうしましょうかね。そうっすね。じゃあ行こうか。ラボ開けるんですか？ラボはちょっと4人で開けるのは怖いかな。トレーター2人いたらもうほぼ開かないようなもんだから。うん。こっち。もう全然ないっすね。なんか下にある？あります？ありますね。歯車だっけ確か。歯車っすね。3人か。ワンチャンガンパーツあるかも。よいしょ。あ、落ちた。歯車でしたっけ。うん、歯車。歯車1個あった。青トランシーバーは取っちゃダメなんだ。あ。こサバイバーはトライバー、トランシーバーはまだ続いてましたっけ。いや、続いてますね。続いてる、続いてる。うん、だから通信機はガン無視でお願いね。まあ、そのトレーターとして疑われたいんだったら別に持っていいけど。歯車2個あった。あれ、どっち来ました？左？あれ、はぐれた。寒い寒い。はぐれちゃった。まだトレーターみたいな動きになっちゃった。足跡。こっちか。南側から来る人注意でお願いします。南側から来る人注意でお願いします。あ、いたいたいた。歯車2個ありましたよ。ガソリンぶん投げてる人いたけど誰？燃料か。聞きときますか。これ誰か小屋見に行った人帰ってきてる？なんかどっか行った人？5人で行って3人帰ってきた。1人消えた。いや、僕。1人消えた？ 1 人消えたの、僕、僕。こっちギア。先端恐怖症です。消えたの。俺、ギア10個あるから。あ、足りる？ミルクさん。あ、ギア2つある。2つ。あ、はい、じゃあ、キー3本で足りるかな。キー3本。自分も持ってますよ。ミルクさん。あ、じゃあ、入れに行こう。何個？はい。いけるいける。いる？俺4個持ってるし。ミルクさんいないか。左下行きましょうか。足りると思います。そっちがもし5個持ってんだったら足りる。俺は10個あるから、全員で。3人で。はーい。俺6だから最後入れたらいいかな。
俺に入れるわ、最初。セルフィーさん10個だから最後じゃない。最初に。いや、ちょちょちょ、俺、3人合わせて10個。3人合わせて10個。ミルクさんはぐれたの、僕です。先端恐怖症です。いや、はぐれたの ?1 個入れました。4個入れます。4人帰ってきてる。ここもう一人立ってもらっていいですか。ここもう一個立ってもらっていいですか。前のとこ。はい、はい。6。次だ、あれ。はい。8入れます。これで8。いい、はい。で、あと持ってる人いる。1個持ってるから入れます。あ、それ入れて、俺が6入れるわ。センターさん、ここ立ってもらっていい。今何個もう出ないでいいよ、出なくていいよ。ナイスです。ナイスです。地雷作るわ、俺。3個も石持ってるから。あ、いい。俺もちょっと石取って作るわ。はい、ES2 つと WS かな。はーい。一人離脱してるかな、とりあえず間違いなく。これ数合わないし、うん、うん、じゃあ追放しとく。追放しときましょうか。数合わせて追放した方がいいかな。誰、名前は。あ、今なんか左上が来てね。あ、左上から来た人、誰。左上、今左上が確実に来たね。誰、今。美咲さん俺見てないんだけどさ。美咲さんいないですね。ああ、どうしよう。美咲さん追放しときます。はい。さっき地雷置いたの誰だっけ。僕です、セルフィーです。1個だけ置きました。正面置いてる。はい、はい、どうぞ。セルフィーさん、キャンプファイヤー2つ作った。あ、ありがとう。ブリザードか。うん、いっそ、いっそ。ご飯余ってる人いませんか。余ってないわ。ベリー調理したやつ1個ならいる。あ、欲しいです、すいません。はい、どうぞ。ありがとうございます。あれ、ちょっとじゃあ食料を集めてから行きますか。ありがとうございます。はい、この吹雪になったら外出れない感じです。ありがとうございます。どこ見に行く。これかわいいね。クマなのか、うん、そうだね。いいそう。のこと信じてくれるんだったら SW 一人で行くから、全員で S 行ったら強いと思うけど、どう。もう普通に二手に分かれた方がいいんじゃないですか。炭酸っすか。炭酸に行く。じゃあそうっすね。じゃあ僕と先端さんとレリアさんのこの3人じゃ行きましょう。下ここ3人。わかりました。はい、そっちの4人って行ってもらっていいですか。はーい、はーい。そう、じゃあ食料集めてから行きますか。そうっすね。了解です。ベリーが取れない。ありがとう。ベリー1個置く。調理済みのキャンプファイヤーするのか。木が1個足んね。1個持っていらないだろ。キャンプファイヤー2つ持ってます。了解です。1個持ってます。了解です。はい、じゃあ行きますか。うお、東組4人かな。そうやね。じゃあ僕ら3人で。はい、ついていきます。もう1人だ。ベリー取っていいですか。すいません。あ、ベリー取って。あ、いいっすよ、いいっすよ。あ、ごめんなさい、はい、ベリー取ります。ってきましょう。あれ1人いたよね、こっち。もう1人ますか。もう焼いてる人いる。何で行くの。しっこり投げてるよ。いいよ。3人で行く。あれどこだ。あれどこだ。リアさん拾ったくない。今リアさん返してあげなよ。拾ったでしょ、あなた今。レアさん、あなた今しっかり拾ったよね。ああ、はい。あ、いや、持ってないっすよ。あれ、斧と木だけですよ。あれ、ど、ぶん投げちゃった。ここに。いや、俺今拾った見たけど。あれ、お前いいや。普通に持ってないっすけど。本当にバグかな、じゃあ、はい。あ、それ、これ、向こう行ってもらっていいっすか。ES。D クライムさん。はい、あの、ああ、僕ですか。はい。が ES ですか。僕ら3人に。はい。あ、了解です。あ、向こう塞いだね。え、普通にレリアさんちょっと臭いけど大丈夫。あ、いや完全に俺シックル消えた見てたけど今。初心者なだけっす。
あ、なるほど、了解。で、シックル、シックルってあれですよね、なんか、釜というか。そうそうそう、釜です。持ってないっす。あー、外れかな、多分。ちょっと念のため、もうちょっと奥見るけど、多分外れたと思いますね。はい、ないんで。こっち1箇所ですよね。そうっすね。これそのままちょっとこれなかったらあのまま行きましょうか向こう。ちょっと向こうなんか多分固まってそうな気がする。二人。よーし。これ三人これぐらいの距離感保ちましょうか。はいよ。あーはい了解。NE っすよね、確か。どうやったっけ ?NE っすよね。ES って言ってました。ES って言ってましたっけ ?ES でしたっけやばい。忘れちゃった。焚き火帳2個持ってます。ああ、はい、ここいけるね。見失い。あ、あったあった。いや、これ帰ってこないから、これ大丈夫か、これちょっとやばいんちゃうの。ああ。地雷と応急と。待って、あ、いたいた。逃げて。白い狼来てる、右から。こっち3人来たよ、3人来てる、はい、何匹だ。あ、3匹、一番やばいやつ。逃げよう、3匹はやばい。帰るか。こっち、降りれんの。素材何アグルマ。これ、美咲さん黒、これ。美咲さん黒。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。あ、じゃあ。白狼3匹いるから気付けた方がええで、マジで。一旦帰るか。俺帰って対戦整えたいわ。アイテム。一旦帰ろう。一旦全然帰ろう。帰りましょう。はーい。え、みんなこれ一定の距離開けましょう。これ普通に近づいてやられるかもしれんし。あー、はい、了解です。はい、美咲さん地雷持ってたけど仕掛けとく。もう帰る。今はいい。帰ろう。はい、今ガチで帰りたい。一回第二目標にはあんま置きたくないですね。でさ、なんか氷で妨害しなかったか分かる。氷妨害しなかった、なんか道一箇所はしてたね。壊したけど。あ、なるほどね。一旦まあ帰って、ちょっとまあ時間まだあるから。あれ大丈夫？なんか戦ってない？大丈夫か？え、やってる？とりあえずこのまま逃げてほしいから。帰る。まあそうだね。ヘイトも突きってちょっと来てくれたら。自宅どこだっけ？あ、ここだよ。あるよ、ここ。あ、ここだよって。はい、だから7人いないとおかしいね今。7人だね。ああ。多分もう一人抜けてると思うな、はい、これ。まあ俺なら抜けたいしね。3、4、5、6。あ、いや、7いるな。7いるな。ユリ買ってくるわ。はーい。買ってくるね。はーい。見てくる。1個目も確かちなみにギアだよね。そう。ギアだね。余ってない。じゃあもう集めるしかないな。開けるか。え、うん、いや、詰めた方がいいんじゃね。オッケー。多分、箱落ちるから、もういなくなったら硬いと思うけど、うん、これ。ここ開けに行くんじゃない？死んでるんだったら、はい、うん、石取ってくるわ俺。了解。はい、了解です。あ、ちょっともらえますね。あ、木材持ってっちゃって。はい、はーい。どこだ？拾った。拾った。切ってこかな。センターさんいる？石が欲しいですね。あ、センターさん石持ってきて。ツールないでしょ。いいよこれ。センターさんこれツール作っていいよ。俺石持ってきて一個。右下になんかあるんじゃないかな、いつも。はいはいはい。小屋の前に。右に多分まだワンブロックあると思うんだけど。家の中って家の。置いとくわ。はい、ツール。あ、ありがとうございます。ちなみにさっき言った人間違いね、これは取ってたと思うから気をつけてあげよう。絶対取ってた。了解。
何にした方がいいかな。いけるのがいいかな。石いるなら取りに行くけど。ピッケルにするか。右下取ってくるね。誰かついてきてもいいよ。これ石6つ取ったよ。あ、ナイス。足りる、うん、これで。あれ？まあ持って帰るでしょ、石。ああ。石6つ、誰か持ってほしいんだよな。誰か、いったんだ。ライオン。ジライオン。誰か、なんか、うわーみたいな声聞こえましたけど、左から。ごめん、間違えて踏んだわ。申し訳ないが、その発言は受け入れられない。殺すね。間違えて踏んだってどういう状況？だよね。殺しちゃっていい、これ。意味がわからない、まったく。セルフィー君、ちょっと来て。了解って言っちゃった。彼これ殺すか蘇生するか迷ってんだけど。あと、生存ゲージも殺しちゃっていい？ごめん、ごめん、クマが。命乞いをしろ。殺害する。命乞いをしろ。誰。ああ、いいよ。死体あさり。間違えて地雷踏んだって言ってたね。パクペクロです。誰が？D クライムさん。D クライムさん。D クライムさん。あとはもう歯車作ってパパパってやって帰ろうぜ。終わりだ終わり。ああ。石置いといたよ。木材持ってきた。6個作る歯車。みんな頼りがあってかっこいいな。オッケーオッケー。石取ってきたよ。うん。ナイスで。隠しちゃったもう余裕やね。あと。じゃあ俺作るわ。お、足りる？ああ、多分足りると思う。うん。最悪足りなかったら、まあ、開けながら行ったら足りるかな。まあ、どっか、うん、鎌あるぞ。そうっすね。じゃあさっきの鎌事件は、あれは本当にバグだったのか。バグなんかな？俺ね、本当になんか落ちてて、で、なんか、パッて見た瞬間に消えたんだよ、本当に。はい、6個持ってまーす。1個持ってる歯車。ああ、野生生物ケアにベアトラップ作るかしら、俺。なんか3個入ってる。9個持ってまーす。9個。もう十分じゃん、多分これで。はい。13あれば絶対足りるから。はい、9なんで。これが保険かけてもう1個3本3個作っとくわ。これでいけるわ、絶対。はーい。はーい。了解でーす。すげえ、めっちゃある。取りすぎ。めっちゃある。俺、もう一人残っといていいか。俺残っといていい？どうぞ。じゃあ、それで。あ、待った。僕が、あの、キャビン呼ぶボーナス目標なんで、僕が残ります。あ、そうなの？はーい。あ、じゃあ、二人で残るか。ちょっとセンターさん、監視しとくわ。テレビさん何個持ってんの？僕3個ありますよ。あ、じゃあ足りるんじゃない？俺9個持ってるし。足りるね。しない。行こう。ついていこう。回復してくれたね。誰かサバイバー死んだ。どこや。よし。まあ。あっちやら。オッケー。ちょっとベリー集めてくる。はい、俺も集めるわ。じゃあやっときない、キャビンの。はーい。オッケー。ちょっと焼いてから。オッケー。行き、あ、まあいいか。まあいいや、行くか。行くから行く。あ、いい、いい、オッケー。いや、まあ行こう。オッケー。
ニヤカンさんってリスナーの、あのニヤカンさん？そうよ。ああ。そうだ。あ、じゃあ、ちゃんとゲーム中は見てないから、それは。ああ、オッケーオッケー。あれよ、何だったっけ。ちょっとここは開けます。はい、開けれるんだ。スパ2の時、最近あんま置いてないけど、最近やってないからな、あんまりプロジェクトウィンターでマジで人狼さんかも。そうそうそう、寒いよ、やめてくれ、ここに死んじまう。あ、美咲さんの死体が。あれ、びっくりした。いた、痛い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 。ああ、やめてくれよ、やめてくれ。これリラッと一人だね。いや、これ5人で合ってる。ああ、そうだそうだ、テレビさん出してたもんね。一人用のボットイエーイ、ジジイ、ジジイ、グッドゲーム。サバイバー、ガン有利だな。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。目の前で脱出しました、みんなの前で。ここやろうが。けど。ちゃんとギアだけ入れて、脱出。パラガスだね、パラガス。美咲さんに殴られたときめっちゃビビった。あれ、仲間なのになんで殴ってんの？思った。仲間割れしてたの？違う違う、3人でいたときにいきなり現れて普通に殴ってきた感じ、脈絡だった。この人ら仲間じゃなかったの？ああ、なるほど。黒だった。